レイマンド公爵の時代では考えられなかった時代だ。依頼には白い恐怖とあったはずだ。同じ怪物にこもっていたのかもしれないが、野宿の跡だ。無人だが、あちこちの傷跡はまだ新しい。直前まで誰かがいたようだ。とにかく辺りを調べてみるか。人間失血死のようだ。大型の怪物による傷だろう。爪痕を見れば明らかだ。裂けた喉の傷だ。大きな口と鋭い牙を持っていることを物語っている。血痕、かなり新しい部位だ。怪物の襲撃は最近だな。争った形跡、何かの足跡。大型の怪物だ、間違いない。だがこの場所にしかついていない。つまり空から襲われたのは飛竜種だな。バシリスクか。しかし足跡の形は今まで見たことのない種類だ。どれとも微妙に違う。この辺りは危険だぞ。近くにバシリスクの巣がありそうだ。近寄らない方が利口だろう。おお、この辺りにはバシリスクが巣を作っている。よく知ってるとも。私が世話をしているんだからな。世話だと？ペットの話はしていない。ここを通る人々を殺している怪物だぞ。それは違うな。縄張りに入った人間以外は誰も殺してないぞ。あの標識はお前が出したの？そうだと。誰も危険な目に遭わないようにな。役に立つ標識だな。まさにこの場所で人が無残に殺されているんだな。商人だろう。気の毒なやつだ。ちょうど今日二人の貿易商が標識を無視してこの道を通るつもりだと聞いてな。注意してやろうと急いで駆けつけたんだ。遅かったが、後の処理は使用人に命じてある。遺体を回収し、十分すぎるほどの保証金とともに遺族に届ける手はずだ。ほう、犠牲者の家族に保証金を。なぜだ？この一帯の土地は何十年もの間我が一族の領地だった。アデマルタ公爵から廃業した土地だ。バシリスクは領地の外へは出ず、外では狩りも殺しもしない。攻撃された時以外はな。それでも彼らが人を殺したり何かを壊したりした時は私が保証する。私費を投じてな。はあ、どれほどの私費を投じれば怪物に引き裂かれて死んだ息子や夫を家族に返してやれるんだ？もちろん死者を蘇らせることなどできない。だが彼らの愛する者には相応の額を支払っている。昨年の夏には革細工職人の未亡人に800クラウンを渡した。今回の不運な商人の家族も正当な金額を手にするだろう。お前は何者なんだ？なぜそこまでしてその怪物にこだわるんだ？ボーヒス伯爵だ。お見知りおきよ。怪物のことだが、あの亜種レグルスプラチナムは我が伯爵家のシンボルなのだ。何百年も前からサルバレス家の紋章を彩ってきた。我が家に伝わる伝説では、ある祖先が少年の頃にあの怪物のメスによって燃え盛る家から助け出されたという。怪物は彼を巣に連れ帰り、まるで我が子のように食べ物を与えて世話をしたそうだ。荒唐無稽だな。そう、荒唐無稽だが美しい物語だ。まさかそのバシリスクが最後の一匹だとでも言うつもりか？亜種の中では最後の一匹だ。昔はもっと多くの仲間がいたのだがな。それもブナの森がなくなるまでの話だった。ブナの森が減ったこととバシリスクの数が減ることに直接の関係があるのか？直接ではなく間接的な関係だと言わせてもらおう。ブナの森はノロジカの主要な生息地だ。そしてノロジカはバシリスクの主たる餌だ。
ノロジカが減り始めるとバシリスクは主食を人間に変えた。人間はウィッチャーを呼んだ。その結果があのたった一匹生き残った個体だ。あれはメスで、つい去年までもう一匹いたのだが、今はイオカステしか残っていない。イオカステ、名前がないとでも思ったか。父が名付けたのだ。惜しまれつつ世を去った母の名を取ってな。当時はまだイオカステも卵の中だった。卵は二つあったが、オスの方は巣立ってすぐに死んでしまった。バシリスクの巣の場所の見当がつくか。もちろん場所は知ってる。だが教えるつもりはない。その2本の剣が飾りでないことも目的も分かっている。では自分で探すしかないな。特徴的な足跡をたどれば簡単だろう。商人は2人いたと言ったな。あと1人の死体もみちみち見つかるかもしれん。バシリスクの鱗は普通これよりずっと分厚い。これほど繊細では普通より火に弱そうだ。残念ながらその通り。イオカステは極端に火を恐れる非常にデリケートな生き物なんだ。彼女を殺すなどという考えは捨ててくれ。最後の一匹を殺して死を絶やすことになるんだぞ。この火傷のような跡は奇妙だな。怪物の毒で焼かれたのか。その足は毒性が強いようだな。その通りだ。高貴なバシリスクにつけられた傷は簡単には治らん。その毒を中和する薬を作らなければ。割れた樽、中身はあたりに撒き散らされている。皮をなめすためのタンニンが入っていたんだ。怪物が樽を壊した。その時に鱗にタンニンの匂いがついたわけか。イオ姫は好奇心が強い。中でも特に強い匂いには目がないんだ。彼女はその樽に惹かれて商人たちのところへやってきたんだ。樽が割られ毒液まみれだ。襲われた証拠だな。バシリスクはここで2人目の犠牲者を捕らえてみた。毒液とタンニン、2つの匂いを見つけた。怪物の居場所は分かりそうだ。なぜ彼女を見つけようとする。イオカステは保護動物だぞ。彼女が死んだら生態系が破壊され永遠に元に戻らない。何が起こるか誰にも分からない。とんでもないことになる。怒らせなければいいだけ。匂いはあちこちにチリチリになっているようだ。バシリスクは上空にいるな。匂いがまた強くなってきた。予想通り2人目の犠牲者だ。だが傷は比較的浅い。バシリスクが後で食べようと巣まで持ち帰る途中、何かがあって落としたんだろう。何があったのか。何か聞こえるが、バシリスクの金切り声じゃなさそうだ。人間の声だ。ただのデカブツというわけじゃないらしい。俺たちに。ジャムは、ウォーリー、装備を確認しろ。怪物はどこかをうろついているようだ。誘い出さないと。誰だお前は。奇遇だな。同じことを聞こうとしていた。我々はクリンフリッド団だ。クリンフリッド団？まさかドラゴンハンターたちか。そうだが、なんで知ってるんだ。それに答えがまだだ。お前は誰だ。リビアのゲラルド、ウィッチャーだ。ボホルト、ケネット、デスブルート、それに新米とは顔なじみでね。ああ、お前が噂のウィッチャーか。ボホルトから聞いてるぞ。剣の腕がすごいんだろ。専門家か。いいところに来た。あの化け物を一緒に退治しないか。奴の毒液は最悪に厄介なんだ。もう一人仲間がいれば心強い。ギルドから受け取る報酬はきっちり山分けにしてやるぞ。聞くに耐えない。胸の痛む話はやめてくれないか。イオカステを殺す気か。やめるんだ。あれは保護動物だぞ。報酬が惜しいなら私から払おう。怪物に手出ししない謝礼として2倍の金額をな。
滅びゆく亜種の最後の一匹を切り殺すなんて恐ろしい罪だぞ。金を払うってのか？何もしない代わりに？そりゃ面白い。あんたはどうだ、旦那？聞いた話じゃ、あの怪物は人間を次々に八つ裂きにしてるそうだ。怪物は殺すべきだ。一緒にやれば早く終わるだろう。イオカステの話を聞いてまだ殺すというのか？後悔させてやるぞ。私は顔が広いんだ。お前たちが最後の一匹を殺して絶滅に追い込んだ話を広めてやる。悪いな、サルバレス卿。いや、本当は悪いとは思わない。怪物は怪物だ。銀色でも縞模様でも水玉でも最後の一匹でも最後から二匹目でも関係ない。人を殺す危険な獣、それだけだ。薬草医にも錬金術師にも知り合いは多い。みんなお前たちを軽蔑するだろうな。自然の均衡に何の敬意もない薄情な卑怯者には手足を売っても払えない額を要求するように言っておこう。誰かこのお偉いさんの口を塞げよ。さてウィッチャー、あの怪獣とどうやって戦うんだ？俺たちは石弓を持ってる。お前がめった切りにしてる間矢を打ち込んでやれるぞ。それとも全員で剣を持って一斉にかかるか。経験豊富なお前が決めろ。石弓を使え。彼女が飛ばないようにするのはいい考えだ。彼女だって？ああ、メスだからな。聞いたか、みんな。これがウィッチャーだ。遥か遠くのトカゲ鳥を見ただけで足の間に何があるか分かるんだとよ。よし、みんな先生の言う通りにするんだ。石弓を用意しろ。うまくいきそうだな。ただ肝心の怪物が巣にいない。まずは奴を追わなければ。その必要はないぞ、ゲラルト。俺たちもそれは分かってるし、策もある。商人が担任の匂いで怪物をおびき寄せたなら同じことをすればいいだろう。担任を持ってるのか？ああ、少しはあるぞ。ほら、これでどうだ？来たぞ。石弓を持て。化け物を撃ち落とすんだ。最高の巡り合わせだな。本物のウィッチャーと一緒に戦えるとは。見事な剣さばきだったぞ。確かギルドから報酬が出ると言ってたな。はあ、ウィッチャーは現実主義だな。さすがは苦労とってことか。これが分け前だ。約束通り小銭まできっちり当分だ。銀の鱗と尻尾は持って帰らせてもらう。討伐の証としてギルドに見せなきゃならんからな。お前のことはみんなによく言っておくぞ。商人のサービスが良くなるはずだ。助かるよ、じゃあな。